こんにちは、本郷かなたです。今日は久しぶりのキューラポケモンカード開封をしていきたいと思います。ポケモンカードネオ金銀新世界へ。今まで開けていたのは151匹までだったんですが、金銀のポケモンがね、初めて追加されたというパックです。今日はこちらを開封していきたいと思います。ではパッケージを見ていきましょう。ポケモンカードネオ金銀新世界へ、ルギアとチコリータ、ヒノアラシ、ワニノコが載っています。価格は税抜きで300円に変わったみたいです。ポケモンカードネオはポケットモンスター金銀に登場するポケモンを中心に構成したポケットモンスターカードゲームの新しいシリーズです。だってそしてこれまでに発売されているポケモンカードと組み合わせて遊ぶことができます。とこの段に入っていてほしいのはね、まあ、ルギアかピチューあたりのキラが欲しいなと思いますね。じゃあ早速いつも通り開けていきたいと思います。カードが傷つかないようにデザインナイフでこの辺を切っていくと、そして例のごとく一番前にキラカード、レアカードが入ってるので、これをね一番後ろにして最後のお楽しみとしましょう。じゃあ見ていきましょう。さあ1枚目、おなんだこれ、エコロジムスタジアムカードだ。エネがトラッシュされるとき手札に戻るというスタジアムカードだって。これさ右下星ですね。じゃあレアだ、レアカードの2枚目って感じだと思います。光ってない方のレアカードが前から2番目に入ってたっていう感じですかね。じゃあ次めくっていきましょう。金銀のねポケモンが欲しいですよ。お、ちょっと待って、2枚取れてる、よいしょよいしょ。あーちょっと見えてしまってるけど、ん？あ、トレーナーっぽいね、トレーナーカード。お、すごい釣り竿じゃん。コインを投げて表なら進化カードを、裏なら種ポケモンを1枚トラッシュから選び出し手札に加える。へえ、こういう効果だったんですね。まあ、コイン次第って感じだけど、確定で1枚ポケモンを戻すことはできるっぽい。これ何のポケモンだ、魚だ、なんだこれ。じゃあ次見ていきましょう。なんかねトレーナーっぽかったよね。トレーナーが続いている。よし、アンコモンのトレーナーカード。お、あ、お、これ見覚えあるな。マサキの転送装置、マサキがニヤッとしてモンスターボールを持っている。コインを投げて表なら、え、山札からカードを4枚引いて手札に加える。え、これめちゃくちゃ強くないか。コイン次第ではあるけど2分の1の確率で4枚引ける。しかもこれサポートじゃなくてトレーナーって扱いだから、このカード4枚入れていいってことだと思うぞ。これ実質強欲なツボと期待値一緒だぞ、すご。このカード入れたい、このカードデッキに4枚入れたいな。めちゃくちゃ強いと思いますよ。じゃあ行きましょう。ポケモンが出るかな、そろそろ。よいしょ、お、来た。185番ってことは、あの金銀のポケモンですね。で、丸、コモンカードの塔タイプ。水弱点、逃げ犬さん、じわじわと言っている岩落としジタバタ。おー、ウソッキーじゃないですか。懐かしいな、これは確実に持っていたよ。レベル29、ウソッキーだって。マネポケモンってなんだ。いつも木のふりをしている。体の作りは植物より石や岩などに近いようだ、ですって。そうだよね、草ポケモンなのかなって思うから、こう火の技とか打つとね全然効果は今一つだみたいな感じですよね。ウソッキーって可愛いと思います。よし、じゃあ次、えい。お、187番草タイプは何でしょう。せーの、ドンと。おー、可愛い、可愛すぎる。羽根っこが喜んで跳ねている。あー、これ覚えてるな。なんかこのさ、羽根っこポポッコ、わたっこが確かキラカードで、わたっこ持ってた覚えがありますね。これわたくさポケモンなんだね。で、なんかよく見るとこう手が下になっていて、飛び箱を飛んだ後の体勢みたいで非常に可愛いですね。技、跳ねる、増える、めちゃめちゃシンプルだ。羽根っこ同士集まって風に吹き飛ばされないようにしている。でもそよ風に吹かれるのは好き。あれか、あのなんかちょっと臭いと分かっているのに嗅いでしまうみたいな感覚か。全然違うか。バカにされるのはすごい嫌だけど、ちょっといじられるのはなんか悪い気もしないみたいな、そういうことか。この吹き飛ばされないようにしている、でもそよ風に吹かれるのは好き、そういうことでしょうかね。よし、じゃあもう次6枚目ですね、いきましょう。よいしょ、お、171番雷ポケモン、なんだ、ランターン。ランターンのこのカードもめちゃくちゃ覚えてるな。特殊能力、水力発電を持っているランターン。ランターンの出す光は 5000m の深さからでも水面まで届くほど明るい。え、やっば、めちゃくちゃ明るいじゃないですか。そんなに明るくてさ、この至近距離で見つめて大丈夫なの？すごいね君。では次7枚目はポケモンです。95番はイワーク。おー、かっこいいねこのイラスト。赤い
洞窟の中にいる岩蛇ポケモンイワークが出てくれました。かっちょいいぞこれは。身長 8.8m、体重210キロという巨体ですが、イワークの攻撃力はね、一説によるとポッポと一緒とかね、よくいじられてますよね。じゃあ次、よいしょ、213番ツボツボです。草タイプでツボツボという感じ。発光ポケモンなんだ。ツボのような甲羅の中に蓄えられた木の実は溶けてドロドロの液体になるという。何のためにそんなことしてんの？発光ポケモンだから。なんかこのイラストの CG がすごく時代を感じていい感じですね。このオーソドックスなイラストとさ、このなんか初期の 3DCG みたいなやつにこうレイヤーを使って表現してるのがなんかすごくなんか味があるなと思いましたね。じゃあ次、9枚目です。もう9枚目。125番はエレブーですね。おお、こんなイラストのやつあったっけ。なんかあんまり覚えてないというか、初めて見るぐらいの感覚。このエレブーは体の表面には電気が流れている。あたりが暗いと全身が青白く光るのだ。ハム太郎なのだ。このポーズがあれですよね。このポーズが元で当時のあのギャルたちのプリクラでね、こういうエッグポーズがね流行ったと言われていますね。やっぱエレブーといえば、10代女子のカリスマみたいなところがねありましたから、その元になったカードです。さあでは最後、キラカードが入ってると思います。やはりピチューが欲しいかな。あとルギアね。よし、じゃあ一気にいきます。いくよ、せーの、ドン。お、わたっこだ。これさっき言ってたよ。これさっき言ってたやつ、わたっこ。これ持ってたのよ。おー、めっちゃ覚えている。かわいい、かわいすぎる。おー、わたっこありがとう。両方1エネで眠りごなと宿り木の種を使えると。え、一度風に乗ってしまうと綿胞子を巧みに操って世界一周だってしてしまう。マジかよ。一度風に乗るだけで世界一周旅行が楽しめてしまう。なんてコスパだ。すごい。そりゃあこの笑顔も納得でしょう。羽っこだった時は風をすごく恐れていたのに、わたっこになったら巧みに操って世界一周してしまうんだって。世界一周旅行か、いつか行ってみたいね。あー、ちょっと傷ありだった。これはちょっとショック。まあしょうがないよね。さあ、こんな感じの結果でした。やはりね、わたっこちゃんすごく覚えてるカードだったので、めちゃくちゃこれは嬉しいです。ということで今日は、金銀新世界へを開封しました。最近ね、ポケカ熱も結構僕また高まってきているんで、また大会とかに出たいなといったところ。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。